フィッシュアイマリンパークというとこです。1月1日、ここではですね、浜辺からダイビングに出かける、人たちも見かけます。なんか日本人の集団のようですけども、まあ、ここへ来てダイビングというと日本人が多いですかね、やっぱり。まあ、水は綺麗ですね。昼間ほど多くの種類を見ることはできませんが、プランクトンに群がる赤松笠の水中バレエは実に美しく見応えがあります。機会がありましたらぜひ夜の水中展望灯もご覧ください。それではどうぞごゆっくりと。